中谷俊夫は、大日本帝国陸軍軍人、陸軍士官学校36期、福祉施設職員。最終階級は中佐。広島県同胞援護会職員。広島県出身。中谷俊夫は、軍人としては、第6航空通信連隊長として、フィリピンレグロス等で終戦を迎え、その最終所属は、第14方面軍に詳しい。 夏季の出典12からによる登録交通は、昭和16年浜松で編成され、新京にて第二航空軍に入り、昭和19年フィリピンに向かったとある。2345選挙区が悪くなり、アメリカ軍がフィリピンの支配権を握った後、中谷は部隊と共に山にこもり、食料を耕して、育て体力を温存させ、終戦の御事乗りの後、8月末、 投降命令が出ると、部隊は隊列を組んで負傷者をかばいながら、整然と山を下って、アメリカ軍に投降したという。その部隊は、民間人からも信頼されて、多くの日本人がその部隊を頼って交流して、下山の隊列はその後の戦友会でも語り草で、あったという。下記小松、山本の著書34によるルク交通は、終戦時、友軍の中で唯一、 整備されて受信可能なラジオを持っていた。元気で重いものを追ってくるのは六交通の兵隊だけだった。9月1日未明、六交通関係全員が台上に整列、武器を持つ最後の宮城要配をし、中谷中佐の訓示あり、我々は町名により投降するのだから堂々と下山せよ。病人には二人ずつの兵をつけよ。と、ついで銃の弾を抜き、 交換を開き方に担いでサンカルロスへの道を急いだ。園2300名の行列だ。いか略とある。日本に送還後は、貧しい生活の中つてを頼って、広島県同胞園五会に職を得て、高松菩薩両設立と寮長、子供の家三美園の園長として、長く務めた。1、森も顔を改めしに、風生草木戦場に3、破れ衣に、血が滲む弟は、 哲学者、江藤太郎息子は、日本の高齢化を予測して、リハビリの重要性を説いた、医師、中谷敏太郎ジャーナリストの中谷和夫演席に、彫刻家の空蜜明。ありがとうございます。